高河原の神社は、伊勢神宮、とう家大宮宮の拙者。月空の拙者16社のうち、第10位である。月空の別宮である、津久読宮の境内にある。三重県伊勢市宮後ろ一丁目線6番地に鎮座する。津久読宮社殿の右手後方に位置する。境内地は三方を堀で囲まれているが、この堀は、宮川の支流の名残とされる。祭神は、 つくよみみことみたま。鎮座地周辺は、宮川の高川らであり、周辺地域の土地開拓の守護神である。多くの古書で祭人を、つくよみのみたまであるとするが、神明朝皇昭祭皇は、部下のみたまの命であると主張し、二宮感謝遠隔皇は、式内者としての社名、川原座国昭神社から、祭人が国昭神であることは明らかだと述べている。 社殿は、神明作りの板吹きで、写真にあるように玉垣に囲まれている。伊勢神宮の拙者、末社、所管者には、通例、祭銭箱は置かれていないが、高河原の神社には、祭銭箱が置かれている。伊勢神宮の拙者の定義により、演技式神明帳を成立、すなわち、延長5年以前に創建された。道書には、川原座、国章神社として記載される。 また、とめゆき式帳にも、高うの社として記載があることから延暦23年、以前から存在したことになる。類似人儀本元の式によれば、特次元年以降、増大使によって作り替えが行われるようになった。二宮感謝遠隔校に、大江東高日記運、大江26年正月4日の炎上のこと、つくよみぐう、道正殿、かの社、忌みびのご焼き、 東雲ンヘリ。とあり、大江26年正月4日に消失するまで、高河原の神社が存在したことは分かっている。その後祭祀が行われなくなり、近世には、社地不明となるが、大宮司、壁成長の尽力により、漢文3年7月7日に、現社地で再興された。鎮座地は、新明秘書では、在沼記号山田村、月読み宮東、都市、 類珠人技本源では、つくよみ宮東、同玉書き打ち、としている。二宮感謝遠隔校では、旧社地を伊勢市一の木の須原大社であるとしている。1911年3月に建て替えが行われている。その後、1938年に建て替えた後に1957年に大修繕を行ったので、20年目に戦後を行った。 記念祭、月次祭、カンナメ祭り、ニーナメ祭りは、ネギが巡回祭典の形で境内にて祭祀を執行し、祭壇祭、原始祭、建国記念祭、風ひいのり祭、天朝祭は、用紙を行う。最寄りのつくよみ宮前バス停。ありがとうございます。